皆さんこんにちは、それではこれからスーパー合格講座、権利関係、B の2回目の、復習動画始めます。担当アレックス専任講師小山です。よろしくお願いします。B の2回目は、抵当権がテーマです。で、宅建の試験抵当権よく出るわけなんですね。理由としては、このお金の貸し借りで抵当権よく使われているわけですが、不動産を買う、その時にお金を金融機関から借りたりしますから、抵当権設定するということが多いんですね。で、この今回のテーマの、幸せになるためのポイントの一つ目、これが物情代っていう話です。日常では物情代って言葉は使いませんが、もう宅建の試験では何度も出ています。物情代っていうのは、例えば A さんが B さんにお金を貸すにあたって、B さんの建物に抵当権を持ちました、その時に、抵当権者の人は建物に抵当権を持てば安心なんですが、ただお金返す前にその建物が火事で燃えてしまったなんていうケースですね。そうすると、抵当権設定者の人は、火災保険に入ってると火災保険金が、もらえるわけなんですね。その時に、民法はこの火災保険金は建物の生まれ変わりと考えたわけですね。そこでその火災保険金の請求権に対して物情代ができるということになります。その時に、必要な知識としては、物情代するためには差し押さえが必要ということですね。この辺のことは物情代でよく出ますから、まずはしっかり押さえてください。それから、ポイントの2つ目です。今度の話はですね、抵当権のついた物件を借りた人ですね、その人は抵当権者等にどういうことが言えるかっていう話です。で、このケースは抵当権のついた物件を、この建物と土地分けて考えていかなければなりません。で、まず土地から考えますと、抵当権のついている土地をですね、借りた人は抵当権者、あるいは抵当権が実行されて買い受け人等が現れた人には原則対抗できないってこと、まずこれをしっかり押さえてください。それに対して今度建物なんですが、抵当権のついている建物を借りた人も、その抵当権者等には原則対抗できません。ただ建物の場合は今現在借りた人は住んでますから、すぐに出ていかないとダメっていうことだと、これ気の毒です。そこで半年間ですね、半年間の猶予期間がある、ちょっと土地と建物じゃ扱い違いますから、そこのところをポイントの2番目としてはしっかり押さえておいてください。それからポイントの3番目としましては、法定地条件のことになります。この法定地条件が成立するためには4つの要件があるってこと、これは最低限必ず頭に入れてください。まず1つ目は、抵当権設定時に土地の上に建物があるということですね。それから、2つ目の要件が、その土地と建物所有者が同一人である。それから3つ目の要件が、この土地建物どっちかに抵当権設定される、あるいはどちらでも両方でもいいんですが、抵当権が設定されているということ。それから4つ目が、競売に入りまして、で土地と建物所有者のが別々になる。そうするとこの場合に法定地条件が成立するということですね。この要件、4つあるということはしっかり頭に入れておいてください。それから今度は最後ポイントの4つ目に入ります。でポイントの4つ目はこの一括競売って話ですね。一括競売、これ試験に出ると結構正解心もしてくる知識になるんですが、一括競売っていうのはその抵当権設定時にですね、土地だけなんですね。一般的に更地とも言ってますが、更地に抵当権を設定して、でその後、抵当権設定した人が建物を建っていくなんていう、そういう流れですね。そうすると、更地ですから、その場合はその後法定地条件は出てきません。ただ、その場合も建物をですね、更地に抵当権設定した後に建物を建っていきますから、その建物を保護するために、一括競売っていう仕組みがあるってことですね。ちょっとこの仕組みも、試験で出ると正解心してきますから、一括競売のこともしっかり押さえておいてください。抵当権は範囲も広く奥も深いです。ちょっと難しい問題も出てますが、今言ったポイントの4つは最低限の知識として、しっかり押さえておいてください。それではこれで、スーパー合格講座権利関係
B の2回目の復習動画を終わりにします。どうもお疲れ様でした。